皆さんはこんなことを考えたことはないでしょうか。もう練習は辛い、やりたくない、こんなきつい練習なんでやってるんだ、この練習意味あんのか、そう言ってなんとか辛い練習を右から逃げようとしたことはないでしょう。陸上競技で最も困難なことは辛い練習をずっと継続し続けることです。例えば長距離選手では毎日毎日何十キロもの距離を走らなければならないかもしれません。もしくは 400m 走る選手であれば 400m、200m セット走を行ってきたと思います。僕ですらたくさんの困難なメニューを、やってきました。2プラ2、2プラ1、思い出すだけでも吐きそうです。皆さんはどんなメニューをやってきましたか？ 300m、400m、 これらのメニューを思い出してどうでしょう。ものすごいきつかったあの時の記憶が思い出されるかもしれません。このような記憶って結局練習をする時の弊害にしかならないと思うんですよ。僕はなんとかしてこの陸上を楽しく続ける、その楽しく続けるっていうことがある種才能になるかもしれないと。それによって陸上のスキルがどん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 上がっていくと思うんです。ということで、このきつい練習どうやって乗り越えることができるのか、いかに楽しい記憶に変えることができるのかっていうことを真剣に考えました。そこで出会った本がこの本、ダニエル・カウネマン、ファスト&スロー下巻です。まあ、ファスト&スローっていう本がなんですけど、ダニエル・カーネマンっていうのはあのノーベル経済学賞受賞者の本なんですけど、この中の一節にですね、ピークエンド効果、ピークエンドの法則っていうものが出てきます。これ何かというと、人間の記憶はピークと、そして一番最後が最も鮮明に記憶されて、他のところは無視されてしまうということです。これなんとか活かせないかと、まあ、どういうことかというと、例えばこの内視鏡、大腸の内視鏡検査っていうのがあるじゃないですか、ケツにあのプッと行くやつ、あれをやった時の患者の苦痛っていうものをまず記録してもらったわけです。こんな感じで、まあ、0から20分間記録してもらって、その1分ごとにこの苦痛どんぐらいですかっていうのを受けながらやったこと、しかし終わった後にもう一度そのピーク、もう一度その記憶を思い出してもらって苦痛を評価してもらった場合、この2つに大きな差が出てしまいました。この試験で分かったことは2つ。1つは、記憶に基づく評価はピーク時と終了時の苦痛の平均でほとんど決まってしまうということ、そして持続時間は無視されてしまうということ、つまりどんぐらいの時間苦痛を感じたかではなくて、一番高いところと一番最後の時の痛みで人間はその記憶を決めてしまうということです。こういうのを、まあ、利用できるぞと。例えばメニューであればピークのメニューが絶対にあるはずです。 300m のタイムトライアル、 200m のタイムトライアル、ものすごいきつい練習があると思います。ここから学べることは、一番きつい練習を一番最後に持ってくるなということです。それが陸上の練習をみんな嫌にさせます。それにしても、ものすごいきつい練習をするべき時があるかもしれません。例えば 300m を5本同じ一定のペースでやり続ける、これってずっとずっときつい練習がずっと続いてますよね。じゃあそれで終わらないようにすればいいんじゃないかと。私は一番最後の練習のきつさが記憶にめちゃくちゃ影響するんだったら、じゃあ一番最後をそれにしなくちゃいなければいいわけだから、それをさらに 100m の流しであったり、もしくは 200m をテンポ走で流していくっていうようなリズミカルな走りっていうのを楽しくやってもらう、自由に一本走れっていうものをめっちゃレスト開けてやれば、これ記憶騙せるんじゃないかと、その一日の練習の苦痛を。ということで、このピークエンドの法則を利用すれば、まあ、きつい練習もあの練習は良かったと思えるようになると思うし、感じている体っていうのはどんなメニューの組み方をしても一緒なわけですよ。ということで、私のこの考えたメニューが例えばこちらにあります。ピークエンドの法則、皆さんこれを使ってちょっとメニューをコメント欄に作ってみてください。自分がやってる種目、そしてきついメニューをどうごまかすのかということを皆さんも一緒に考えましょう。それではまた。